こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。2024年3月12日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュース届いてます。はい。今週は、エンタメ、芸能、ミュージック、YouTube、ゲーム、グルメ、暮らし。暮らし。暮らしも、ゴシップもあります。暮らしもゴシップって。いや、あります。貴重だな。暮らしのゴシップも来てます。じゃあ、一番上行こうかな。いいっすね。はい。あ、芸能のゴシップです、うん。川崎市ラジオネーム、クロートチェリー。荒川よしよし。芸名の候補に、肉戦車乱丸があったことを告白。肉戦車乱丸もあるよ。よし。マネージャーが言ったの？ちょっと迷走してたら売れなくて、やっぱり。個性を。個性を出して。名前で個性出すしかねえか。まさか意外と本格派的なところも行くと思わなかったところの。そうだね。またもう、もうなんか汚れ仕事でもいいから欲しいっていう時の。なりふり構わぬ時。若さがゆえにのやつね。ねえ。解明は考えたことあります？ああ、でも。あるよ。ああ、ありますよ。解明。だって、アルコ&ピースをさ、うん、いつまで経っても、なんか、アルコピースさんとか、関係者にまで言われたり、うんうんうん、なんか。めっちゃ好きですって言ってから言うもんね。そうそう。アルコピースさんって。うん。そんな好きじゃないじゃんっていう時あるもん。長いくて分かりづらいのかなって。確かに。てて、さっき廊下でさ、うん、大吉先生に会ったり、はいはい、お会いして、はい、あ、ございますっつったら、あ、おはよう、アルコくん、あ、ピースくんだっけ、あ、アルコくんか、って言われて。全く同じこと俺もきついじゃん、さっき言われた。こりゃ解明だろう。先生に言われたら。いや、あんまりご一緒できる機会もね、そうね、多くないけど、でも、やっぱりこの名前の印象、顔と名前の一致しやすいっていう具合がこっちから提示できてないっていうか、ね、そうか。でもどっちかというとピースじゃないですか。でもピースですっていうのも違うし、そう、ね、ピースでやってないから、そうだね、だからなんかね、廊下で変な絡みしちゃったなって今なんかねもぞもぞした感じなのよ。あ、いや、あれこ、あ、いやピースなんですけど、まあ、でもどっちでもいいっていうか、そのままこの。今同じ気持ちで今ラジオやってるって感じで、俺もそうだった。変な感じだったかなとか、説明、うん、そう、もっとあったかなとか、なんか説明すんのも申し訳ないし、俺は廊下の一瞬だったから、なんかにちゃにちゃってなって終わっちゃって、あ、なんか変な態度取ってないかな俺と思って。今言ってくる？多分いない。二つ隣ぐらいに実は個人名が。本当だよな。あ、今からコンビ名とか変える。いや、でも。アルコ&ピース、まあ確かにね。でもさ、ほら、もちろん、またそれは立場が違うとはいえ、カイジャリ水魚、あの頃のカイジャリ水魚が、すげえよね。ねえ、で、バカルディがって考えたらさ、うん、サマーズになってさ、やってるわけじゃん。うん、クリームシチューになって、今、クリームシチューとサマーズじゃん。うん、最初は違和感あるかもって、コットンだってそうだよ。まあね、ある程度さ、なんだっけ、もともと。ラフレクラン。そう、ラフレクランでやってて、変えんのこれ名前もう浸透してんじゃんと思ったら、うん、もうコットンじゃん。コットンだね。思い切りの良さっていうのは、いいと思うけどね。マジで1年目、今1年目我々、うんうん、組み立て、うん、本当にコンビ名。うん、どうします？ああ、なんだろう。そんな、おい、大喜利のスピードで。大喜利じゃなくて。うん、やり直せるかもしれないし、もしかしたら。そうだよね。うん、いや、シンプルに、もう何それって今思うようなやつでいいわ。今ポッと、ポッと降りてきたやつよ。うんうん、ポコポコポットンとかで、いいよ。ポットンポットンにもつかってんだ。ポコポコポットン。なんだろう、なんだろう。ピッチャマンとかでいいよ、もう。なんでもいいよ、もう。こんなぐらいで。まあ、売れたらね、うんうんうん。かっこいいのがいいんじゃないですか、でもやっぱ。そっか。多少、うん。キャラクター的にも。イタリア語みたいな。ああ、うん。ああ。あ、これはやばいかな。やばいならやばいっすね。はい、はい。ソナチネ。やばい。
でもソナチネっぽい俺ら。でもあソナチネ感あるわ。ソナチネ良くない。ソナチネは漫才で出て行ってな名乗る時もさらっと言うてる。どうもソナチネの平子と平子です。お願いします。喋りでやるんで別にみたいな。ソナチネ。ソナチネっていいね。イタリア語だったら何ですよ。なんかイタリア語だったら何だろうな。日本語でなんか言ってみたら今訳します、ね。ああ、なるほどね。うん、イタリ刀ってなんて言うんだろう。ああ。英語だとソードとかだよね。ね。何？スパーダ。かっけえ。スパーダ。スパーダかっこいいな。スパーダの平子と栄。スパーダって何なの？あ、イタリア語で刀っすね。目見ねえでじゃん、先輩に。めっちゃ尖ってんじゃん、刀が。切れ味やば。スパーダ。あ、スパーダいいな。いや、スパーダもソナチネもいいよ。短くて。確かに。もうそんなんでいいんだよね。刀。ああ。でもソナチネもっぽいけどね。あ、何スパーダみたいなのもある、ね、色でもいいけどね。ああ。うんうん。まあ、黒だとなんだろうね。ブラックなのかな、それはそれでブラックなのかな。何、うん、ネロ。ネロスパーダ。いやー。スパーダネロでもいいよね。スパーダネロ。びっくりなんだよ、な。元のスパーダはいるはずだな、スパーダネロは。うん、そうだね。風は風。風ウィンド、英語でウィンド。それスパーダくっつけられるかな。ああ。ねえ。やばい。風の刃。ベント。ベントスパーダ。ベントスパーダか。ベントスパーダ。ベントスパーダってどういう意味？原付きみたいだね。スパーダ、ワゴンなんかあるんだ。ホンダのステップワゴン。スパーダ。スパーダ。あるわ。書いてあるわ、スパーダって。あ、刀って意味なんだ。かっこいいね。強くつけた。へー。だ検索して出ちゃうとね、うん。他のが出ちゃうとっていうのはありますよね。そういう意味じゃ、ベルファイヤーでもいいですよ。もうそんなに。そこまで行くんだからね。ベルファイヤそうね、うん、ベルファイヤー一番かっこいいもんね。かっこいい。ベルファイヤーマジかっこいい。ベルファイヤーだからベルファイヤーってかっけえ。戦士がさ、うん、騎士が10人ぐらい並んでて、うん、ドイツとやりたくないですかっつって、うん、名前聞いてってベルファイヤーですって言ったやつはやりたくないもんね。確かに嫌だね。絶対嫌だ。自分ベルファイヤーです。名前だけ見てね。いやだベルファイヤーだけちょっと避けるもんね。日産スカイライン、スカイ。スカイ、あスカイライン。スカイラインもかっこいいな、名前が。スカイラインってすごいよね。めっちゃめちゃかっこいい。ゼロで考えるとかっこいいね。かっこいい。エルグランドもね。エルグランドってすごいよね。うん、あれだもんな、もう完全に。エルグランド。強そうね。そうそう。ね。棍棒の選手じゃん。グランド。ランサー、ランサーエボリューション。うわ、めっちゃ細いやつじゃん。ああ、ランサー。馬の背やつ。すげえよ。細長い剣持ってるやつ。すばしっこよ。無理無理無理。結局無理だな。で、これ、和名だったら和名で怖いし。その中に一人侍いたら怖いしね。なるほどな。うん。あいや、ちょっと、ありっちゃありなんだよな。社名に結構取られてるな。ね。うんうん。そうね。結構取られてかっけえやつ。そうだね。あゲレンデとかもそうだ、ね。ゲレンデなんか、かっこよすぎるしょ。ゲレンデ。ゲレンデだぜ。スパーダ、ソナチネ。ソナチネっていう車はないよね。ソナチネってどういう意味なんだろう。確かに、ソナチネってどういう意味なんだろう。フランス語っぽい。あ、フランス語っぽい。どういう意味だろう。どうも、ソナチネの平子と高井です。お願いします。ソナチネはやばいね。小さいソナタという意味だって。あ、音楽用語？うん。クラシック音楽のジャンルだって。あー、好きだわソナチネか。そんなこと言ったらね、音楽用語でもいいもんね。うん、スタッカートでもいいもんね。スタッカートか。でもさ、なんか、八分九分とか言うより。やばいでしょ
事務給付とかやばいでしょ。いる可能性あるからね、マジでね。まあまあ、いると思う。スタッカーとぐらいだったら。スタッカーともいるのかな。三拍子もかね。三拍子、そう、そうだよね。そうか、三拍子さんもそうか。そうだよね。ああ、うん、そうか。そのうち、そのうちでも、ちょっと東東京っぽい感じやんなきゃダメなんじゃん、やっぱり。そうだよね。ああ、たけしさんのイズムはやっぱり。ねえ。なんか。一言、だって一言ね、お会いした時に、すいません、そのうちでやらせていただいてるんですけど。絶対言わなきゃいけないもんな。うん、マジね。あれ音楽用語だから、おいら関係ないよ。おいらも借りたんだ。はあ。時計はなんてやつですか、平子さん。ん？これは、うん、GMT マスター2。GMT マスター。GMT マスター。マスターって入れちゃったらやばいね。マスターはやばいよね。マスター、ね。マスター入れちゃうとやばいね。そうだね。ソナチネマスター。ソナチネマスター。あ、でもいそうだな。ソナチネマスター。いや、元気な漫才だね。どうも、ソナチネマスターです。毎度ということでね、やっていきたいと思いますけども。マスタースパーダ。ジェダイじゃん、もう。マスタースパーダ、ジェダイじゃな。マスタースパーダ。マスタースパーダやばいなぁ。二つついちゃうとね、また大吉先生に言われるような。マスタースパーダスパーダだっけ、繰り返してるだけだ。同じです。気づくんだろうな。また言われた。また言われた。だからなんで今変えんのぐらいがインパクトあっていいもんね。意外とね。確かに。それくらいの時期の方がいい。ああ、そうですかって言われるよりは、うん、違う、今もったいなくないって、ちょっと言われる時期の方がいいよね。ああ、ああ。まさに今かもしれない、うん。マスタースパーダよりかっこいいのあります？マスタースパーダよりかっこいいのないじゃない？ちょっと。スパーダ、マスターもスパーダもだからね。うん。マスタースパーダ。わ、もう出てこないかな。マスタースパーダっていう言葉がないのかな。したらマスタースパーダじゃないですか。ああ、そうね。なんか、ストツーのパクリのゲームみたいなやつでいいんじゃない？キャラクター。マスタースパーダ。ない。いない。マスタースパーダは検索出てこないです。ああ。チャンスだな。いいっすね、じゃあね。マスタースパーダ。いや、ゲーフワットどうするかよ。ガラッと変えていかなきゃいけない。こんばんは、マスタースパーダの坂井健太です。平子祐希です。でもなんかいいね。かっこいい。いいね。いい。うん。マスタースパーダ。もっと、今普通のテンションだったじゃん。うん、アーティスティックっていうか、もうちょ、なんか、自分らの言葉遊びでやってますわ、ぐらいの。こんばんは、マスタースパーダの坂井健太です。俺です。ごめん、チャンネルの平子です。マスタースパーダだわ。だったらこうなるよね、マスタースパーダだったら。うん。だからマスタースパーダってつけてんだもん、こいつらは。マスタースパーダでガレージはダメか。スパーダ、ま。スパーダでガレージだとやっぱ車になっちゃうから、ただの。スパーダ。そっか。マスタースパーダ DC ガレージ。うん、マスタースパーダ。ただ車の車庫になっちゃうもん。スパーダあるから。スパーダ。ホンダの提供でお送りしないと、ちょっと。そうね、おかしい話になっちゃうもんね。マスタースパーダかな。でもかっこいい言葉はもうないね、これ以上は。はい、俺はもう無理だわ。マスタースパーダ。マスタースパーダ1か。決まりか、マスタース。決まりなんじゃない？マススパ兄さん。マススパ兄さんか。どっちがマスターでスパーダなのか。あ、刀か。どっちがいいのかってのもあるよね。刀はいいけど、スパーダでも俺はいいけど、うん、結局操るのはマスターじゃん。ああ。じゃあ、どっちですか？スパーダを、どっちが欲しい？でも、マスター欲しくじゃないですか、平子さん。いや、別に。でも。いや、かぶんないんだったら俺マスターでもいいし、うん、そっちがスパーダなら俺マスターでいいし。俺は、平子の剣になりたい。うんっていう意味ですっていう。と言ったってウィキペディアに書いてある。世界が持つ本当独自の切れ味をなんか
俺が世に知らしめたいなってことで、俺がその剣を振るマスターとなって、まあ、切って切って、まあ、いろんな事象を斜めに切っていこうって感じですかね。僕はもう何もしてないっす。いやいや、ずりー、ずりーね。バランスめちゃめちゃ取れてる。めちゃめちゃ取れてる。アルコールピース、DC ガレージ。紙書き出して、こう、わかんねえけど俺、書き乱すタイプのソロだね。いいね。あ、いいね。めっちゃいい。チンコ書いてたんですか、今。今？うん。これギターソロ。これもう一回、うん、俺オナニーのことギターソロって呼んでねえって呼んでないですか今のカッチーさんと呼んでそうでしたよ今の。あーギターソロ気持ちいい。バンドっすか二人組マスタースパーダ二人組でもいいね。二人組でもいいっす、ね、うん、なんかドラムもいるけど、うん、なんかドラムはなんか変える人いるじゃん。うん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 。おんちゃんメンバーはもう二人、うん、2人でね、うん、あ。ギターボーカルとベース。うん、いいね。意外とそっちめっちゃ喋るんかいみたいな、ね。うん。そうね。ズバッと言うんかいみたいなもんね。うんうん、うん。5時に夢中にそっちに言うか呼ばれたりするとかもう見えるもんね。なんか。松永のねルートが。あ、そうそうね。なんかなんとなくイメージで。そうだね。そっかそっかそうだね。R 側がちょっとおとなしいみたいな。DJ のくせにこんな喋ってみたいな。フォロー側に回ってね、ボーカルが。広がり見せるな、マスタースパーダ。マスタースパーダはすごいなぁ。すげえわ。はぁ、あ。お笑いは難しそうだなぁ。確かに。あ、菅田将暉さん、子供生まれたね。ねぇ、うん。すごいね。すごい。まあ、酒井さんはね、うん、須田将暉とは、うん、お正月でしたっけ？そうですね。USJ にね、うん、行くという。はい。もう親友と言って。親友と言っていいです。ね、行っていいです、ね。はい。完全親友。僕は須田の音楽の先生。マスターで。マスターだ。これはマスターだわ。で、俺は別に、須田から見たらマスター。でもね。なんか連絡しました？おめでとうとか。一応おめでとう、と言いました。LINE しました。既読無視。いやいや、帰ってきましたよ。あ、そう。うん。先輩、パパ、よろしくお願いします。ありがとうございます。僕マスターですね。俺らで成り立ってるみたいなところがあるからね。なんで、まだ生まれたてだよね。そうだよね。うん。すごいわ。な、ここは、預けてほしいなっていうのはありますけどね。預ける？生後2ヶ月から始める平子式学習法。ぜひご検討いただきたい。数分中大丈夫じゃないですか？もしかしたら。インド式数学と、うん、沖縄空手道をベースとした教育。どちらかというとその奥様の方が、で、表向きがホットヨガだから、うん、奥様の方から、ホットヨガ怖いよ。ベイビーホットヨガ。いや、怖いな。危ないんだよな。ホットヨガはまあ、行き過ぎるとね、ヨガはね、結構なんすよ。極めすぎると。そうなんすよ。極めすぎるともう、だから、数学に入ってくる、きっとね。ライトでいてほしいんだけどな。極めると。ベイビーヨガ。奥さんの方か。そっか、じゃあ、子供ため下の子はだからためになるのかな。そっか。うん、そうですね。へー。うん。そうだね。なんかインターナショナルとかに入れたりしないの？予定はないの？いや、でもね、興味は持ってますよ、すごく。はあ、うちは奥さんが。入れちゃうかもしんないって感じ。インターナショナルスクールって、早い話何なの？まあ、英語喋る。英語を主に普通の、普段から使うとかっていうことで、先生も。だから海外の人。子供も多いし。あ、そうそうですね。で、生きた英語を。生きた英語を。その生活の中で学べる。みたいなことだと思います。うん。入れんだ、下を。上も下も。わかんないけど。上は。宇多田ヒカルにすんの？いや、なってくれたらいいですけど。宇多田ヒカルに。なってくれたらいいよ。それは。沖縄のさ、アクターズスクールとかでもあるよ。任せちゃう。いやいやいや、それは、そこまで。
それから沖縄アスタ、アフ、沖縄アフターズスクール高円寺校。平子校長。いやいや、アフターズスクールじゃないでしょ、だって。平子さんも別に。いやいや、それもう、血を受け継いで、アフターズスクールの教えを、この内地にもというコンセプトのもと、高円寺に開校しております、ね。それダンスと歌とが学べる。表向きはホットヨガですよ。やばいんだって。アクターズじゃなくて、アクターズスクール。何が？アクターズスクール。アフターズスクール。アクターズスクール。アクターズスクール。アムロちゃんとか、うん、ね、いる。俺なんつった？アフターズスクール。アフターズスクールでしょ？アクターズスクール。アクターズスクールだよ。何が？ほら、嘘じゃん、絶対。公演事項、ほら。よく見たら。絶対よく見たら。よく見たら。言ったよ。アフターズスクール。危ない。危ない。資料だけもらったけど。リラックスみたいなもんで。あっ、成功だな。ほんと一緒じゃん。危ないよ。高円寺にインターナショナルスクールあるんですか？高円寺の学校はみんなインターナショナルなんじゃない全部？全部。名乗ってなくてもってことですか？全部、多分。公立も都立も関係ないと思う、多分。じゃあもう、平子さんちも。ベラベラだと思うよ。あ、マジで。家ではじゃあ、実践してない。家では日本語で喋ろう。あ、パパとママ日本人だから、うんうん、家では日本語で喋りたいっていうのは俺の方針。うん、俺らの方針。はあ、うん。で、それでポロッと多分出ちゃうこともあるだろうけど、うん、で日本語、日本語。あ、出ることあるんですか今でも。ポロッとあるね。へえ、例えば、どういう時出るんですか。花山さん、バナナシェイクとか。バナナシェイク。はい、日本語、日本語。出ちゃってる。出ちゃってるよ。通じるよ。日本語でもバナナシェイク。日本語でどってかどうしよう。すごい。そういう教育。末広くみたいになる。南国なんとかみたいな。ゴジラミ大丈夫ですか？ああ、なんか、これすごいみたいだね。最近話題になってますけど、うん。インバウンドが増えて海外から来てるとかって話もございますけど、うん、ね。なんか、薬剤に抵抗性持つスーパートゴジラミが見つかってるらしい。薬効かねえってこと？効かねえんだって。スーパーつけんならトコジラミ変えてあげりゃいいんじゃない？もっとさ、スーパーつけてそのままトコジラミはさ。平子さん虫苦手ですけど、トコジラミ。はい、5ミリから8ミリですと。結構小さいで。8ミリあるともう足が見えちゃうもんな。足のね、あの、節があったりするのは嫌なのよ。あと、お腹、虫のお腹大っ嫌い。あの、いっぱい分かれて線が入ってるやつ。いっぱい線が入ってて、もう訳が分かんない。筋肉じゃないんでしょ？だってあれ。まあ、そうですね。うん、訳分かんない。あの、あと、足の節があるのがダメで。節がダメなの？節がダメなんだよね。腹筋って考えたらどうですか？腹筋って考えたら、だから本当の腹筋、肉であってほしいんだよ。肉だったらまだいいのよ。ああ。あそこは肉で、シックスパックだとかだったら、うん、まだ平気だ。触れる、まだ。気持ち悪いな。いやいや、シックスパックの方が俺はいいんだよね。あの、素材側よくわかんないじゃん。なんで動いてんのかよくわかんないんだよ。そう、そう。ああ。なのに、で、強いって言うじゃん。すんげえ虫ってこんな強さがあってとか、うん、はいはいはい、もう人間の大きさになったらこんなすごいんだよって、うんうん。でもあのサイズじゃん、結果。で、つまんだりしたらさ、なんかもげたりしちゃうじゃん。それが嫌なの。ああ。ジタバタジタバタって。なるほどな。うん。嫌いな虫ランキングだったら、どういうランキングなんですか？第3位。3位、うん。第3位は、ノーマルバッタ。バッタ。バッタ、あの、節がやっぱりはっきりしてて、まあまあ、足が、ビヨーンって飛ぶあの、大きい足が、はいはいはい、我々が思うのとは逆の節じゃん。なんつうの？人の、なんつうんだろう、うん。人の足とはなんか逆側に曲がってるから、はいはい、なんかびっくりしちゃうよ。第3位、ノーマルバッタ。うん、第2位。でん。これ意外だと思います。クワガタ。いや、結構人気ありますよ、クワガタ。クワは、足が、痛いんだよね。
足痛いから、足を、足から距離離すと、ハサミでザクッてやってくるだろ。なんかあいつらの戦法で、なんかね、いやらしいんだよね、戦法が。作戦が。生き方？生き方か、クワガタの。なんか嫌なんだ、どこ触ってもダメじゃんっていう。で、兜なんか可愛いもんですよ。角触っちゃう、握っちゃえばいいんだから。手届かない、バタバタ。それでも気持ち悪いけどさ、バタバタ、バタバタしてさ。そこ違う。クワは、なんかあの、足みたいなのが、なんか足みたいなのに、角みたいなのに刺さるよね。はい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 。ああ、持つとね。かと思って、うわっと思ってやると上で、このハサミ出てくるだろ。うん。逃げ場ないんだよね、こっちに。生き方が嫌。嫌だ。生きざま。生きざま。うん。狙いどころ。かといって、これ変な話かもしれないけど、うん、なんかそういうの、ギャッとかやるじゃん、虫って。ギャッてくるや、うん、いるじゃん。その、なんつんだろうな、これ難しいんだけど、うん、なんか、謝る姿勢っていうか、余力がないっていうか。なんだろうな。犬とかってあるじゃん、まだ。うん、怒ったら、こわって言ったら、うん、ああ、まあまあ、まあ、で、うん、ってなるじゃん。猫とかも多少あるじゃん。多少、うん、なんか、わ、うん、かんない。意思疎通できないけど、うん、なんか感じてるものあるじゃん。うん、虫って全くないじゃん。まあ、ないっすね、それは。ほらって言っても別にね。って言って、あ、ごめんなさい。の、要素がないやつが嫌いなのかも。もうダメじゃん、これ何言っても通じないんじゃんって。そういうもんだからな。じゃあ、流行る。第1位。ゴキブリですか。ゴキブリか。まあまあまあ。ゴキブリじじいはやっぱね。いいわね、うん。逆に、意外でした。セミが入らないんだってちょっとざわーっとしました、うん、会場は。あー、セミはね、まだね、これもだから、難しいんだけど、選ばれないギリ、これギリね、これ、最初の一言目からバカにしないでね、うん、ギリ、不思議だけど、なんか、ちょっとだけ意思疎通できない。嘘だ。セミは無理です。なんか、人とセミって、夏っていうキーワードをフィルターにして、すごく密接な関係にあるっていうか、これだから、季語とかになる虫は、まだ季語になってる分、なんつうの、伊勢丹感あるっていうか、なんか、ごめん、難しいな。なんだろうな。なんか、後期なんだ、ちょっと。ちょっと後期。季語に入ってくる虫って。で、季語にすら入れたくねえよって思われた虫たちがいるわけじゃん。ゴキブリとかもそうじゃん。セミとは意思疎通できるんですか？あのね、なんか、そういう季語になってる分、うん、できそうにこっちは考えちゃう。なんつうんだろうな。うん。まだなんか、廃人たちが認めたっていう説得力あるよね。夏の風物詩、そうそうそう、セミみたいな。とか、うん。ホタルとか、テントウムシとかは、まだ、その、季節、廃人たちが、まず、俺の前には偉い廃人が認めてんじゃんっていうところはあるね。それはちょっと。じゃあ、ちょっと、お口直しにじゃあ、平子っちが好きなカレーのトッピングランキング。じゃあ、第3位。3位。これ、半熟ゆで卵。まあまあまあ、第2位。エビフライ。といったところでしょうかね。これ気になる。あくまでこれトッピングですからね。トッピングですか、はい。じゃあ、流行る第1位。カツでいかしてください。うわアルバムピース DC カレー。アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。明治アーモンドチョコレートと言ったら明治。どのアーモンドチョコレートもそこまで変わらないでしょう。明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしくて美味しいんだよ。いやいや、そんなはずは。一生ついていきます。カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレート。TBS ラジオ公演オートモービルカウンシル2024開催。4月12日から14日までの3日間、場所は幕張メッセ。車を超えて車を楽しむをテーマに、国内メーカーインポーターヘリテージカー販売店など新旧の魅力的な自動車およそ150台が集結する夢の博物館。プレシャスライブには南吉高、小沼洋介、大谷康子が日替わりで登場。チケットは好評販売中。
詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。勝つか、勝つっすね。勝つか。ああ。やっぱ意思疎通できるから。できそうじゃない？食べ物の中では。勝つできるかな。勝つ、そういうこと、うん、なんか。ああ。なんか分かってくれそうっていうか。懐深いっていうか。ほうれん草とかはできない。ほうれん草も好きだよ。すんげえ好きなんだけど、意思疎通できなさそうっていうところで。ちょっと意思疎通。残念だけど今回は。と座を明け渡した形にはなりましたね。カツと意思疎通考えたことない。できそうってこと？できるとは俺言わない？そんなバカなことは。うん。でも分かるでしょ？なんか。カツ？うん。唐揚げとカツと煮卵とエビフライって、こっちの考えは汲み取ってくれてそう。まあ、ほうれん草よりはまあまあ。そうでしょ？そうでしょ？まあ、ほうれん草よりはね。うん。うんうん、そういうことです。まだエビフライの方が形がちょっと残ってる分、なんかできそうな、そこ違うんです。一緒に面白いもの作らず。形残ってる分、ね。そう、言うと言うと、エビフライもさ。言うとって言うだけ。お前今すごいこと言ってんね、自分で。エビフライは言うとで、頭残ってる分、まだなんか、面白いもの作れそう。面白いもの作れそうとは言ってないけど。ディレクター扱いすんね。意思疎通か。なんかね、なんかイメージがね。あ、すごい意外でしたね。いやいやいや。この間、うん、ちょっと仕事がね、うん、夜しかなかった時があって、うんうん、それも短い時間で終わるお仕事だったから、うん、昼間が空いて、うん、あ、久々にちょっと奥さんと最近全然行けてなかったからご飯食べたりお出かけしたりしたいなと思って、いいですね、あの前日にお誘いしたのよ、うん、明日って何やってんの、うん、って昼間とかどっかお出かけできない、うん、って聞いたら、うん、明日ビファって、うん、え、何何って明日ビファ、うん、ビファ、え、あ、ビファのドームされて、おおお、でも俺途中で気づいてたよ、おうおう、何言ってるか分かったけど、何ビーファっていいじゃんそれは。あ、前言ったじゃん、ビーファーストの東京ドーム、はい、あ、そうな、おう、ずらせねえのとうとうこの日が、おう、そうなんですよ、まあ、前もね、何週間前にお話しして、友達、うん、あの、いや、もう去年、だから2年ぐらい前に遡るのか、うん、娘を連れて行こう、はいはいはい、行きたいって言われて、うん、なんかダンスを見せてあげたいっていう名目のもと、うん、てめえが生きてんじゃねえのかっていう疑惑、疑念が残っておりましたが、うん、今回、その、同じママ友に BE:FIRST のファンがいて、うん、なんかチケットを取ってもらえた。うん、で、あ、じゃあ娘も行くのかなと思ってたら、いや子供たちは今回行かないよ、うんうんうん、ママだ、うん、だけだよ、うん、おいおかしいじゃないかというところまでお話をはい、そうですね、うん、その後ってことかさせていただきましたけども、はいはい、うん、何がいいんでしたっけ、ビファは。ビファはパフォーマンスがいいけど、ビファのパフォがいいですよね、うんうん、パフォが非常に優れていると、それを見に行きたいと、うん、でそのだから個別の推しがいるとかじゃなく、はいはい、全体のパフォがいいっていうのを何回も言われる、聞いてねえのに、はいはいはい、うん、それ教育のために、もちろん、まず私が行ってそのパフォを確認して、次子供たち娘も連れて行くかどうかの前段階での今回の BE:FIRST だと。パフォのロケハンをしたいと。ロケハンをしたい。ね、下ネタとかあったらこれは教育に良くない、良くないからちゃんとしたパフォなのかっていうのをまず私が見ておきたいという逃げ工場のもとね、チケットを取って、フロモン的かもしれないし、それ気をつけなきゃいけないから、そう、際どいハイレグ、そう、ハイレグで踊って、そのなんかお札をドロシヘをねじ込むライブだったら困るから、ポリスの帽子とレイバンのサングラス、ビーファースト。体毛もっさもさ、筋肉が化け物みたいな。それだといけないの、いけないから、
グッズでね、手錠が売ってたりね、してたらいけないんで、まず行ってきますよと。なるほどね。いう名目でね。悪い子はドイツだ。ヒゲボーボーのポリスメンが。アメリカの結婚前のパーティーになる。まあまあ、その当日が。今日入ります無理じゃない。もう入んねえから。もう時間が結構。いや、まあそんな長い。時計ですらもう。まあまあ、そんな長いあれじゃない。まあまあまあ。でも、まあまあ、その、明日そうなんだと。あ、そうなん。つって、感じ言ってくれば。うん。ごめんね、みたいな感じで。切れてます？切れてないっすね。切れてない。にこやかに送り出します。それは、それはそうっすよね。普段大変なママのね。素晴らしい。言っときたけども、ちょっと息抜きをママ友としていただこうということで。うん、どこでやんの、うん、あ、だから東京ドームです。あ俺もこないだ行ったけどね。オードリーの。そうか、うん。オードリーので行ったけどね。と思って。思わなくていいじゃん、別に。で、まあ当日ですよ。うん、なんか着替えててさ。うん、だから、まあ、アウターはいつものアウターなんだけど、うん、なんか、インナーが、なんか黒っぽい、あんま見ねえ、普段。普段そんな黒く、まあ、シックにまとめねえだろう。たまにはね、そういう時も。ああね、だから、公式の T シャツとかだと多分、やりすぎかなって思ったのかどうかわかんないけど、それが黒いのか俺は知らないよ。なんか知らないけど、黒でシックに決めてて。なんかアウターで隠してこそこそやってっから、なんか髪もなんかサラッサラでさ。まあ、そういう。いいんじゃないですか、外に出るときに。まあまあ、おしゃれしてもらって、それはね、うん、楽しんできてよって思って。だ、本当に。うん、じゃねえ、つって。おいじゃな、つって。いや、切れてねえ、全然。いや、切れてるようにした。で、駅で待ち合わせして、うん、ママたちと行くんだ、つってたら、うん、で、玄関まで行ったら、うん、はぁつって、なんかサイト見て、うん、総武線止まってるおつって、おう。あ、そうなん、つって。まあ、動くでしょ、すぐ。うん、ああ、でも、どうだろう、止まってる時ずっと止まることあるからね、つって。うん、ああ、つって。もう一回同じトーンで、うん、どうしよう、総武線止まってる車出そうか待ちじゃん。車出そうか待ちじゃないんですね。え、別日にすればねえな、別日。シャワーなの。え、車乗る、うん、まあまあ、俺は寄っていけるけど、うん、助かるいや、それ助かりますよ、それ、ね、ママに連絡して、うん、ママたちも来て、うん、後ろ乗って、うん、すいません、なんさ、全然、全然っす、つって。で、やっぱりテンション上がっててみんな。うん、どうしても、やっぱり、そこに行くまで BE:FIRST の話をするわけよ、うんうん。そのね、ママ友も大好きだし、うんうんで。うちの奥さんはなんかね、自分から発信しないのよ。向こうのやつにちょこっと乗って、うんうん、そんな詳しくないっすけどね、みたいなふりすんのよ。グッズの話してても、うん、ねえ、あゆみちゃんねえ、みたいな振られても、うん、私なんか、グッズをなんか制作しようって、なんか、の会議の VTR みたいな、みたい途中でも見てないから、そんなことあるいや、あるんじゃないですか、グッズ会議の V を、途中で、見ないってある、はい、いや、わかんないけど。だいたいホームページにも載ってるじゃん、グッズなんて。だいたいわかるじゃん、そんなの。なんで、だって俺がおかしいなと思うのは、わ、あ、これグッズこんなのね、こんなのね、私これが欲しいんだ、みたいな、いいじゃん。うんうん、なんで知らないふりするの？こんだけ喋ってビーファ言ってるやつが、ビーファって言ってんだぜ、だって。ビーファって言ってるやつが、公式グッズ知らないわけないじゃん。隠すってことはおかしいってことなんだよ。いや、もうそれ、こうやって言われるから、やっぱりそうなっちゃうんすよ。うん、あんま好きじゃないのかな？よかった。無理やり連れてかれちゃってんのかな？ね、で、なんか、そのね、みんな歌って踊れるグループなんわかんないけど、うん。で、なんか気遣って俺にも話振ってくんのよ。うんうんうん。ほら、日高さんがさ、日高って誰？俺ごめん、知らないわ。あ、ほら、作った人、スカイハイの。あ、スカイハイの。スカイハイ、ああ、ああ、一致しねえな。え、な、中華屋のチェーン店日高辛味噌チゲの。大将の。
最初のやつ。もうできる限りの抵抗をかましてやって、うん、で歌が誰が上手い、ダンスは誰が上手いってギャーって言って、奥さんは乗らない。うん、ああねえ上手だよねーって、うん、みんな上手だよねーって。ちょ窮屈だな。そんなみんな上手ってことある？だから俺は何も言ってないんだよ。俺は別に。解放したいだろうな。俺だって俺はドライバーですから。いや、言い方皆さんの顔に出てる絶対それはそれ奥さん分かるんですよ絶対。奥さん俺とあんまりカラオケとか行ったことないからね。その歌うま歌うまっていうのも、まあ、軽々しく言えるし、うん、俺奥さんの前でオペラ歌ったことないのよ。ねえよ、ねえのよ、オペラ奥さんの前で。まあでもビーファーストの方がうまいと思うし。うまいのよ。うん。うまいんだって。ダンスもさ、俺も奥さんの前でコンテンポラリーダンス見せたことないから。できないって。コンテンポラリー。だからマジでビーファーの方が絶対にうまい。うまいんだって。マジでうまいんだって。当たり前じゃん、そんなの。うまいのよ。エンジン吹かしてないですよね。大丈夫ですか？怒りとともに。ニトロのスイッチをした。で、ついて、送って。で俺仕事行って、うん、で帰ってきて短い仕事だったら帰ってきたら、うん、ちょうどその東京ドーム公演を終えた3人が帰りは電車で帰ってご飯食べて、うんうん、でちょうど俺が着く頃にもう家歩いてる3人が見えて、うん、で、あパパ今日すいません、うん、ありがとうございます助かりました、うん、つってで3人ともすんげえテンション上がってて、うん、でまあ俺もまあまあ、またあの着替えたら連れてってあげてくださいって言ったら、うん、やっとお許しが出たママ友。めっちゃ裏切われてんじゃん。言われてるちゃんと奥さん、なんか、チラチラ空見ながら、知りませんみたいな感じで玄関入って。いや。スカイハイなんでしょうかね。わかんないですけど。上手だ。わかんないですけど。家入って。まあ、テンション上がってて。もう。すごかったよーって。うん。何がすごかったの、うん、って。映像とか、音響とか。本当か。そんなことじゃないの。本当に、いろんなジャンルのプロを見させていただいてるやつ。かわいそうだよ。本当は。いや、すげえんだろうけど、それもすげえ、演出もすげえんだろうけど、技術さんもすげえんだろうけど、一言目そこじゃねえだろ。気使って。隠さなきゃいけない。はいはいはい。明治。最近仕入れた情報なんだけど、明治のアーモンドチョコレートってな、うんうん、直火ローストで香ばしいやつな。それに加えて明治のアーモンドって音がたまらんよな。俺より詳しいよね。明治アーモンドチョコレート。 TBS ラジオ公演ディズニーオンクラシック夢と魔法の贈り物2024。ディズニーアニメーションや映画テーマパークの音楽を日本人ボーカリストとオーケストラの生演奏でお送りする豪華ライブエンターテインメント。スクリーンに映し出される映像や踊る照明演出とともに夢と魔法に満ちた物語を紡ぎます。5月11日 J コムホール八王子、5月25日サンシティ越谷市民ホール大ホール。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご確認ください。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。さあそれでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナー。誕生61周年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということでこのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています。はい、はい、では参りましょう。ラジオネーム、ウーパールーパー太郎。え？俺昨日サボったのに監督俺のこと何も言ってなかった？
目かけられてるみたいな特別シーンじゃないですよ。悲しいと思うよ。俺のことになるとなんか甘えよなみたいな、ね、言いたいんでしょうこういう人は。続きまして、東京都ラジオネーム七色サーカス団。へえ、ここがお前の地元か。いや俺全然住めるわ。住めるから住んでんだよ人が。やだなこいつの言い方。やなやつだな。生意気だな。生意気だね。うん。学生。絶対学生だろ、こいつ。嫌だな。続きまして。ラジオネーム、初版は餅つき。昨日したのに、今日もおる。マジで謎面すぎてしんどい。爆笑。ハッシュタグ、宅飲み。ハッシュタグ、飲酒界隈。ハッシュタグ、大富豪で負けたやつ、好きな人に電話はきつい。ハッシュタグ、二日酔い確定。そんなんやと、まだいるのか。いるんだ。こんな。謎面。きゃー。なんで謎面って知らねえよ。飲酒界隈。何どういう意味どういう意味飲酒界隈って。つながる言葉これ、飲酒と界隈って。大富豪負け、負けたいんだろうな。ちょっと負けたいがあるよね。なんか、罰ゲームで、罰ゲームって言うな。地獄だな。続きまして。岐阜県ラジオネーム、サンデーキャンディ。おい、俺が初めてギター買いに楽器屋行った時に、チャラい店員に騙されて、6弦のベース買わされた話やめろって。いろいろ調べたらなんか、ケンケンとかそういうベース使ってるみたいだし、今となっては逆に感謝って感じだし。うるせえよ、こいつ。あれもしてねえんだって、この話。すごいな。すごいね。パワフルだな、この子は。この子はパワフルだな。続きまして。埼玉県ラジオネーム、ストレンジラブ。俺、ホイコーローの CM に出てる家族の一人だけど、全然がっつかないからね。がっつけ。がっついてくれよ。がっついてない CM ないじゃん。ないない。ホイコーローの CM で。白飯にバウンドさせて一緒に食うやつでしょ。確かにスローもあるからね、がっついて。でーん、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 でしょ。続きまして。神奈川県、ラジオネーム、有田家のハーバー。つうかさ、逃走中のハンターやってるやつ知り合いにいんだけど、今呼んでいい？いやいや、大丈夫だって。捕まんねえって。オフなんだから。あ、いいね。うん、もう、キレあるな。うん。いや、呼んでほしい。ね、喋ってみたい、ね。みたいね。みんな性鉄拳だよな。あ、そう。うん。俺より、多分、俺が、多分平均だと思う。気になる、つら。で、早いんだ、あんた。オフでばったり会っても、なんか、挨拶し、多分しない、関わんないっていう、多分ね。でも、真面目なやつ、ちょっと首、1ミリだけ下げて、一応してます。すいません。続きまして、ラジオネーム、ゼンマイネズミ。あなた、体調悪そうだから、オムライスの中、おかゆにしておいたわよ。聞いたことねえよ、なんだそれ。気持ち悪いなあ。あんなことしねえでくれよって言うよ。なんでおかゆにすんだ。創作和食みたいな。やめてよ。マダム香ばしい。ちょっとね。
続きましてラジオネーム泡立てネット。私めのクランベリー畑では死後は一切禁止でございます。雰囲気ありそうだけど別になんでだよってな。さあということで以上です。さあ今週のスーパー香ばしい、はい、ラジオネーム七色サーカス団。ここはお前の地元か。いや俺全然住めるわ。ということで引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前にと香ばしさが倍増する何かを送ってください、はい、受付メールアドレスすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ詰め合わせセットをプレゼント。アーモンド、中ダミア、ハオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオのいつものセットにアーモンドチョコレート、抹茶を追加した6種の詰め合わせです。放送でスーパー香ばしに選ばれたリスナーには DC ガレージオリジナル 3VD 明治アーモンドチョコレートを15個プレゼントいたします。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。引き続き香ばしい直火ロースト名でお待ちしております。やっぱ明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしいな。おいおい、明治のナッツチョコはアーモンドチョコレートだけじゃないんだぞ。なんで急に。マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスターチオ、明治のナッツチョコを全部食べたことがないなんて香ばしい話だよ。なんかお前のキャラも香ばしくなってないかい。男性版白鳥の湖の熱狂から5年、前衛を虜にしたダンス界の奇才マシューボーンの野心作ついに日本初上演。 TBS ラジオ公演マシュー・ボーンのロミオとジュリエット。舞台は近未来の共生施設。禁じられた愛が燃え上がる。最も残酷で痛ましく、そして最もセクシーなロミオとジュリエット。4月10日から21日まで東急シアターオーブで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS オンラインチケットのウェブサイトをご覧ください。アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。俺より詳しいよね。明治アーモンドチョコレート。 TBS ラジオ公演ディズニーオンクラシック夢と魔法の贈り物2024ディズニーアニメーション。
テーマパークの音楽を日本人ボーカリストとオーケストラの生演奏でお送りする豪華ライブエンターテインメント。スクリーンに映し出される映像や踊る照明演出とともに夢と魔法に満ちた物語を紡ぎます。5月11日 J コムホール八王子、5月25日サンシティ越谷市民ホール大ホール。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご確認ください。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナー。誕生61周年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということで、このコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています。はい、はい、では参りましょう。ラジオネーム、ウーパールーパー太郎。え？俺昨日サボったのに監督俺のこと何も言ってなかった？目かけられてる。特別しないです。悲しいと思うよ。俺のことになるとなんか甘えよなみたいなね、言いたいんでしょう。こういう人は、続きまして、東京都ラジオネーム七色サーカス団。へえ、ここがお前の地元か。